泣いて帰ったさっきのハーフ研究家なんですけど、その、結局ね、その解説としては、じゃあ今じゃあ農薬使ってませんか？使ってるけど、減農薬。あ、なんだ、ちょっとしか使ってないんだ。まあそうなんですけど、じゃあ使う量が減ったっていうか、あんまりまかないのね。まあ、というかその、農薬自体がね、例えば日本の製薬会社、例えばね、製薬会社の薬、というか、誰かな、まあ、新しい製剤みたいな。まあ、多少ハーブ入ってるはずよ。どうだろう入ってるかな。例えば、歯医者の薬とか、ハーブのハーブとか、なんだ入ってたんだ。うん、だから、いや、化学薬品に混ぜてるはずよ。薄めてるんですけど、まあ、新しい効果が、もう、まあまあ、と思うの。なんだ使ってたんだ。なんか 100% 天然の、その、ハーブで作ったアロマ、アロマどうじゃ。なそうじゃないとダメなのそうじゃないとダメなのうん。そうじゃないとダメなの。だから横にハーブ植えてんだ。これ一度全部ハーブだ。よかった会員ハーブ植えたのなんで会員の私にまたでしょ自分で調べてみて。実際にやってみて。さあ、そしてですね。じゃあ、そうだ、わかった別々にたくさん植えるからいけない。もう一緒くたにして植えて、畑の意味あらへんよ。いいよ、いいよ、それでも。俺たちもそれでもいいんだよ。自分たちで食うから。お前たちもう、おろせねえわな。ちょっとずつ、上手に選んでつまむか、お前らが食う分だけ。どんだけ金かかるの、そのまま。頑張ってそこなんでやねん。お前、体働きしろよ。うん、そうする、食べれるならって。野菜だけど、お米も食べたいの。で結局そのね、今、もう一つの流れ、その EM 菌フルボ産地とかでね、それは、まあ、淀川の水の消化でやたら有名だけど、もちろん農業の世界でも有名だけど、で、まあ、プラディップチコ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